スポーツチャンネル、日本プロ野球、こんにちは。速報、ロバーツは間違っていたのか、大谷のバントヒットが MLB により取り消され、アメリカ全土が大混乱。それでは、どう打つのが正しいのでしょうか。ダイヤモンドバックス戦、大谷選手、20日の試合でまさかのセーフティーバントを決めて出塁したんですよ。でも、その時の記録がね、アンダから投手失策に変更されたんです。 オープナーとしてマウンドに上がったマンティプライ投手は本来は救援専門の左腕。大谷選手は彼に対して三塁手が遊撃の位置にいる大谷シフトを逆手に取ったんです。まさに奇襲ですよね。その打球に対してマンティプライ投手は素早く反応したものの一塁への送球を焦ってしまいそこで失敗。これが投手失策と判断されたわけです。あのセーフティーバントがアメリカのメディアを驚かせた事件です。 ロバーツ監督も彼は考えながら野球をしていると称賛していましたが、結局その記録は投手失策として変更されたんですよね。その変更によって、大谷選手の打率も微妙に下がりました。3割5分4輪から3割4分8輪に6輪のダウンです。それでも、リーグ全体で見るとまだトップクラスの成績を保っています。リーグ2位のプロファー選手の打率が3割3分9輪なので、 大谷選手はまだ打率トップの位置をキープしていますね。確かに大谷選手のバントは三塁線にうまく転がらず、投手が早い段階で補給しました。当初は内野安打と記録されましたが、早急ミスで一塁手が補給できなかったため、結果としてアウトのタイミングでした。当時から疑問の声もありましたが、今回の訂正は妥当だと思います。この記録訂正により、大谷選手の安打数が減り。 打率が下がったのは仕方のないことです。しかし、記録訂正がアンダトップ陥落と結びつけられたことには違和感があります。実際、記録が訂正されなくても、アライス選手が4アンダを放って大谷選手を上回っていたわけですから、記録訂正とアンダトップ陥落を関連づける必要はなかったと思います。バントの存在を相手に印象づけることで、相手守備陣を揺さぶる、ジャブの役割を果たします。 バントがヒットになるのが理想ですが、今回のように相手のミスを誘う結果でも十分効果的です。大谷選手のバントが成功したことで、相手バッテリーや守備陣は常に大谷シフトだけに頼ることができなくなります。これからのシーズンで、大谷選手に対して長打警戒のシフトだけでなく、バントも警戒しなければならないというプレッシャーを与えることができます。大谷選手のパワフルなバッティングを楽しみにしている観客も多いですが、 彼の魅力はそれだけではありませんヒットが出ない時でも勝利を目指すためには相手バッテリーやフィルダーに対して多様なプレーを見せることが重要です大谷選手のバッティングには期待が寄せられますが彼の戦術的なプレーも大きな武器ですバントや巧妙な走塁で相手を混乱させることで得点機会を作り出すことができます WBC でも一貫して見られたように 大谷選手は個人タイトルよりもチームの成功を重視しています。ホームラン王や首位打者の意識はあるかもしれませんが、今年はそれを目指しているわけではないでしょう。レギュラーシーズンがまだ消化されていない中で、メディアや解説者はホームラン王の話題を多く取り上げていますが、大谷選手自身はチームの勝利を第一に考えています。彼の今シーズンの成功は、昨年の失敗からの復活とも言える奇跡的なものです。最近、 6冠8冠といった言葉が踊っていますが、シーズンの終盤でもない今、重要なのは別のことです。今年の大谷選手とエンゼルスの最大の目標は、ポストシーズンを勝ち抜き、ワールドシリーズでの制覇です。個人成績やタイトルは、その過程で得られる励み程度のものにすぎません。大谷選手のバッティングは、何が何でも本塁打を狙うというものではありません。打率トップにいるということは、 彼が多彩なバッティングをしている証拠でもあります。エンゼルスはこれまでチャンピオンとは無縁のチームでしたが、大谷選手は数々の賞やトロフィーを手にしてきました。今期は個人の栄誉ではなく、チームとしての栄光を目指してほしいですね。もし投手が適切に送球していれば、大谷選手はアウトになっていたはずですから、記録が投手の失策に訂正されたのは自然なことです。ベースが無効になったわけではないので問題ありません。 大谷選手が見せた奇襲戦術の評価は変わりません。リーグチャンピオンのダイヤモンドバックス相手に奇策を試みたこと自体が大きな注目を集めました。あのプレイを見てこれがヒットなのか、と思った方も多いでしょう。やっぱりエラーに訂正されましたが、大谷選手自身はあまり気にしていないでしょうね。出塁したことでチームに貢献できたのは事実ですから。その一本が首位打者争いに影響しないことを祈りたいですね。でも、 大谷選手はどんな結果でであれ、れ受け入れるでしょう。彼は公正な評価を重んじる選手ですからレーはどう見てもエラーでしたね。試合中に訂正されると思っていましたが今になっての訂正には少し驚きましたそれでも大谷選手は納得していると思います彼はグレーゾーンのタイトルを好むような選手ではないですからこの変更は仕方ないかなと思います早急が正確だったらアウトだったでしょう 大谷選手の意表をつくバントと足の速さが早急のミスを誘った部分もありましたが、誰が見てもヒットという感じではありませんでしたね。早急に時間的余裕がありすぎました。内野安打になるときは、一塁に投げた際に間に合うかどうかが大きなポイントです。補給が難しかったかどうかも重要ですが、今回は明らかにアウトになるタイミングでした。最近のドジャースの公式ブログドジャースインサイダーに、 ケリー・オズボーンさんが彼のベースランニングの進化について書いていましたよね。オズボーンさんの記事のタイトルは大谷の急成長で、大谷選手の走塁の進化に焦点を当てています。彼のスプリントスピードに注目すると、MLB のリーグ平均スプリントスピードは毎秒27フィート、約8.2メートルです。それに対して大谷選手は28.2フィート、約8.6メートルで速いですが、エリート級ではないとのことです。 でも、オズボーンさんが特に強調していたのは、大谷選手の状況判断の質ですよね。これは数値では見えにくい部分ですが、彼の卓越した判断力が際立っています。ただ、オズボーンさんは数値に基づいて大谷選手の素晴らしさを評価していました。その一つがバッターボックスからのスピードです。大谷選手は、一塁までの90フィート、約27.4メートルの距離のうち、45フィート、 約13.7メートルまでのスプリントスピードで MLB のトップ10に入っているんです。20日、日本時間21日の試合で、大谷選手は1回にセーフティバントを決めました。ケリー・オズボーンさんは、彼はそのスキルを生かして成功させた。今シーズン初のバントヒットで、通算6回目の成功ですと強調していました。バントだけでなく、彼の盗塁についても注目されていますね。オズボーンさんは今シーズン、 大谷選手は41盗塁のペースで進んでいます。これまでの日本出身選手の年間盗塁成功率は97.1%で、これは2004年のロバーツ監督が持っていたチーム記録です。大谷選手はこれまで100%の成功率を誇っていますと述べています。本当に驚異的な成功率ですね。また、オズボーンさんはキャンプの数週間前、ゴームズ GM は彼のスピードは驚異的です。 今シーズンは投手をしないので、盗塁の要素も取り入れるだろう、と語っていました。ルギーを投球に温存する必要がない今、より積極的に盗塁を試みるでしょうとコメントしています。今シーズン、大谷翔平選手は投手としての役割を休むことで、持ち前の脚力をさらに発揮する機会を得ています。強化された大谷選手の強みは、今や誰にも止められません。皆さん、今日も最後までご視聴いただき、 誠にありがとうございました。今回の放送では、大谷翔平選手の素晴らしいパフォーマンスと進化について詳しくお伝えしました。彼が今シーズン、投手としての役割を休むことで、持ち前の脚力を存分に発揮し、驚異的な走塁や盗塁の技術を見せてくれていますね。セーフティバントや盗塁成功率の高さなど、彼のプレースタイルの多彩さには目を見張るものがあります。また、 彼がフィールド上でどれほど状況判断に優れているか、数値だけでは測れないその卓越した能力についてもお話しました。ドジャースのチームにとっても、彼の存在がいかに重要であるかがよくわかります。これからの試合でも、大谷選手がどのような新しい記録や驚きを私たちに提供してくれるのか、とても楽しみです。私たちは引き続き、彼の活躍を追いかけ、最新の情報をお届けしてまいります。 次回の放送でも皆さんに喜んでいただけるような興味深い内容を準備していますので、どうぞお楽しみに。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひ登録をお願いします。また、今回の動画が面白かったと感じていただけたら、いいねボタンも押していただけると幸いです。ご意見や感想もコメント欄でお待ちしております。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。